4月に発生した熊本地震で被害を受けた阿蘇市内の被災地を回る阿蘇カルデラツアーが始まり、東京からの観光客が被災地を見て回りました。平成28年10月9日の阿蘇カルデラツアーには東京から阿蘇観光に訪れた夫婦が参加。阿蘇温泉観光旅館組合の松永事務局長の案内で阿蘇駅前をスタートしました。このツアーを企画したのは阿蘇温泉観光旅館協同組合で、4月に発生した熊本地震後、阿蘇を訪れる観光客が激減したため、阿蘇市の復興支援にと始めたものです。コースは阿蘇駅前を午後2時にスタートして、まず細川藩が参勤交代の際に立ち寄った阿蘇市的石にあるお茶屋跡や早鷹天満宮を見学しました。続いて阿蘇市刈尾では、熊本地震で地割れができた田んぼや道路が2メートル近く陥没した場所を、さらに阿蘇神社を訪れて国宝に指定されている楼門や神殿などが倒壊した様子などを見て回りました。非常に勉強になりました。活断層の恐ろしさと、本当だ、これが一番ですね。地震の怖さが知りました。本当に実際に自分の目で見ていい経験ができたと思います。皆さん頑張ってください。この阿蘇カルデラツアーは今年の12月18日までの土日限定で、料金は1人6000円で1000円のお買い物券がついています。ツアーは午前と午後の2回行い、最小人員は4人、最大8名までとなっています。ツアー参加申し込みは、阿蘇温泉観光旅館組合の加盟の宿に宿泊される方は予約の際に、日帰りの方は阿蘇インフォメーションにお申し込みください。